アーノルド・ミューレンは、オランダの元サッカー選手、サッカー指導者。ポジションは MF。ミューレンは1970年に、故郷の FC フォレンダムで、選手経歴を開始した。その1年後の1971年に、アヤックス・アムステルダムへ移籍し、5歳年上の兄、ヘリーと共にプレーをした。1974年からは FC、トゥーエンテへ移籍し、 1977年の KNVB カップ優勝に貢献した。1978年に15万ポンドの遺跡金でイングランドのイプソウィッチタウン FC へ遺跡。イプソウィッチではボビー・ロブソン監督の下で1981年の UEFA カップ優勝に貢献した。1982年からは同じイングランドのマンチェスター・ユナイテッド FC へ。 移籍し、二度の FA カップ優勝に貢献。1985年の FA カップ決勝、エバートン戦を最後にクラブを退団した。晩年は、フルスのアヤックスへ復帰し、1987年の UEFA カップウィナーズカップ優勝に貢献。1989年に現役を引退した。オランダ代表としては1978年4月8日の、 チュニジア戦で代表デビューを飾り、1988年に代表からシリーズ族まで国際 A マッチ23試合に出場し3得点を記録した。1980年代に入ると同国は低迷期に入り、ミューレンも活躍の機会は少なかったが、37歳で参加した1988年の UEFA 欧州選手権1988では、 前後試合に出場し、同国の初優勝に貢献した。また、決勝のソビエト連邦戦では2点目の得点となる、マルコファンバステンのボレーシュートにつながる、左サイドからのクロスを供給した。引退後は指導者の道へ進み、フルスの FC、フォレンダムやアヤックスで、ユースチームのコーチを務めた。ありがとうございます。